ハロー YouTube。 さあ今回取り上げていきたい電気自動車ニュースになりますが、フリーマントルハイウェイというですね、自動車運搬船の火災事故に関する最新動向が判明してきてですね、なんとですね、電気自動車からの出火だったのかというところがね、ちょっと、一部のインタビューによってですね、ちょっと判明してきたということになりますので、こちらのね、一件を解説していきたいと思います。このチャンネルではですね、すでにですね、このフリーマントルハイウェイのですね、火災事故に関する最新動向をね、いち早くアップデートしていたわけですが、その際にですね、やっぱり電気自動車から出火していたのではないかというですね、ニュースが非常に飛び交っていたわけですね。そもそもですね、このフリーマントルハイウェイに関してはですね、日本の省営汽船というですね、海運会社が所有していたということで、さらにですね、これインド人、実際にね、乗組員のですね、うち一人インド人だったんですが、亡くなってしまったと、いうですね、ことも相まってですね、日本のメディアでもですね、結構、注目されていたニュースだったわけですが、その中でも特にですね、メディアを賑わせてしまった、ファクトというのがですね、電気自動車がですね、なんと498台、入っていたと。これ、このフリーマントルハイウェイにはですね、3700台以上の車両が運搬していたと、いうことになりますので、それを考えるとですね、かなりの割合がですね、実は電気自動車だったっていうことからですね、一部のメディアはですね、電気自動車から発火したんじゃないかというですね、憶測に過ぎないわけですが、そういうね、情報が、非常に拡散されてしまってですね、一部のね、これ日本人はですね、本当に電気自動車が出火したんじゃないかっていうことをね、本気で信じているみたいな、ことにもなっていると。そしてですね、今回のフリーマントルハイウェイのですね、火災事故に関するね、救助活動を担当しているですね、ロイヤル・ボスカリス・ウェストミンスター社というですね、会社が、あるわけですが、こちらのですね、これ責任者がですね、ブルームバーグに対するインタビューには応じたというところでですね、これ結論から申し上げてですね、火災のですね、場所がね、およそ特定されたと。12層にも なっていたわけですけども、そのうちのですね、8層目からですね、が非常に損傷が激しいということが判明したので、おそらくですね、ほぼ間違いなく、この8層目から出火した、だから8層目に止めてあった車から、火災が発生したんじゃないかという、推測を立てていると。そしてですね、それと同時に、今回のですね、火災事故にですね、影響を受けていない車両っていうのも、なんとですね、1000台弱発見されたと、いうことなので、なんとですね、これほとんど無傷で、残っていた車両もたくさんいたと、いうこともね、同時に判明したわけですが、なんと今回、問題視されていたですね、電気自動車498台すべてほとんど無傷だったということがですね、判明してしまったということになります。つまり何が言いたいのか、こちらね、まだ火災事故のですね、原因が特定されたというニュアンスではないもののですよ、冷静にこれ普通に考えればですね、ほとんどの確率でですね、電気自動車が無傷であった。つまりはですね、これ電気自動車から発火していないということがですね、かなり高い角度でですね、明らかになってきたということになりました。はい。そしてですね、この電気自動車からね、発火したことによって、船がね、火災、炎に包まれてしまったというですね、ような火災事故っていうのはですね、実は、過去にですね、一件しか確認されていないという点が重要になります。その一件はですね、こちらね、北欧で発生したわけですが、日産キャッシュ会というですね、内燃機関車がありますが、この内燃機関車を電気自動車に、個人が改造した車両から、出火して、炎にね、船全体が積まれてしまったという事件があったわけですよね。つまりですね、これ一般的な車両からですね、これ出火したっていうケースは、まだですね、これ世界中で確認されていないと。これが、一つね、重要なデータになっているということです。そしてですね、今回のフリーマントルハイウェイがね、電気自動車によって火災事故を引き起こされたんじゃないかっていうですね、この憶測が広がったことを受けてですね、この国際海上保険連合というですね、機関がですね、これ公式に声明を発表しました。でですね、こちらの声明内容ではですね、主に2つほどですね、非常に重要な点が、あったわけですけども、まずですね、今説明したように、工場出火時におけるですね、これ EV の会場での火災事故はまだ確認されていないよと、今言った通り、あくまでも改造したキャッシュ会が、発火したので、いわゆるですね、新車状態の、EV からですね、発火したっていう事実はまだ確認されていないという点。そしてですね、もう一個が、確かに、これ電気自動車のですね、これ火災事故っていうのはですね、内燃機関車とはまた異なった、リスクがあるという点はですね、これ承知しているもののですね、
特段ですね、これ EV の方が、リスクが高いだったりですね、まあむしろ逆に EV の方が、発火に関するリスクは低いんだよっていうですね、まあデータがあるよと。まあなのでですね、今回まあ、このね、声明時点ではまだですね、電気自動車が出火原因だったのか分からなかったわけですが、電気自動車からね、これ出火されたとしてもですね、それによってですね、今後、この対策、その電気自動車をですね、こう海上輸送する際にですね、何か大きな問題になってくるよ、みたいな、立場ではなかったというところをですね、公式機関がですね、まず声明を出していたという点も非常にね、これ重要な、流れだったのかなと思います。はい。そしてですね、まあ、今回のね、この国際海上保険連合というですね、機関がですね、これ引用しているのがですね、まあ、ラッシュファイヤーというですね、これ海上火災におけるですね、専門の研究プロジェクトが、まあ、なんか存在するそうなんですが、こちらがですね、この電気自動車の改造輸送に関する、まあ、調査結果をね、これ独自に実は公表していると。で、こちらのデータを、ま、引用してきたわけですけども、そのですね、中にはですね、非常にちょっと面白い研究結果、まあ、調査内容がですね、まあ、報告されているわけですので、まあ、いくつかね、これピックアップして、紹介したいわけですけども、まず第1点目ですが、電気自動車が内燃機関車よりも燃えるというデータは存在しないと。これね、もうね、このチャンネルではいつも取り上げてますが、現在ですね、これ電気自動車どんどん普及、してきていますが、特段ですね、これ内燃機関車よりも電気自動車の方が燃えるよっていうですね、データは、世界中存在しないわけですから、まずですね、この点は、まあ、電気自動車も燃えることはあるけども、内燃機関車よりも少なくとも燃えることはないと。だから、要するに、今まで内燃機関車をずっと海上輸送してきたわけですから、それですね、その発火のリスクは、まあ、変わらない。むしろ、現状では低いということなのであればですね、別に、まあ、海上輸送をですね、電気自動車をすることをですね、こう、控える。電気自動車の改造輸送をね、ちょっと控えるみたいなですね、そういう動きを、まあ、取る必要はないという点が、まず一つだと。で、次にですね、バッテリー EV の火災事故は内燃機関車と比較してもより激しいというデータは存在しないと。うん、これもですね、非常に重要な点であると思いますけども、これですね、まあ燃料だけじゃなくてですね、例えばタイヤとかシートとかですね、まあ、あらゆる、まあ、ところにもですね、これ、まあ、発火する際のですね、まあ、その化学エネルギーはですね、これ多数貯蔵されているわけです。これ当然です。で、実際にですね、これ火災発生時のですね、まあ、トータルの放熱量をね、調査した結果があるそうですが、これですね、まあ、内燃機関車も電気自動車もですね、それぞれ 3.3 から、まあ、10ギガジュールと、まあ、いうですね、まあ、放熱量が、まあ、判明していると、まあ、いうことになりますので、いずれにしてもね、電気自動車が燃えたから、内燃機関車が燃えたからといってですね、実際のその火災の大きさってものは変わらないよと、いうのが、まあ、二つ目のデータということになります。はい。次にですね、これ三つ目ということになりますが、バッテリー EV は既存の散水装置を活用して消火活動を行うことは可能ということですね。これ当然ですが、やっぱりですね、これバッテリーというのはですね、やっぱ熱暴走を起こしちゃうとですね、そのバッテリーに直接ですね、これ水だったり消火剤をですね、まあ、長い時間これかけ続けないとですね、まあ、鎮火には至らないと。まあ、ところがですね、これ既存のですね、これ消火設備をですね、活用したとしてもですね、ちゃんとですね、これ火の広がりを抑えることができると。まあ、だからですね、その今回のようにですね、まあ、船が全焼して沈没するみたいなところまではですね、こうまあ、避けることができると、まあ、いう点がまず3つ目と。そしてですね、これ4つ目になりますが、バッテリー EV からの炎は非常に高温であり、デッキを溶かすという点はですね、ガソリン車よりも高温というデータは存在しないと。まあ、これどういうことなのかといえばですね、要するに電気自動車から発火した方がですね、まあ、非常に、この炎の温度が高くなっちゃうので、まあ、そのデッキを溶かして、例えばですね、この下の階にもですね、まあ、炎をガンガン広げてしまうみたいな、そういうことは、データはないと。まあ、つまりですね、これ電気自動車からの、発火の炎の温度と内燃機関車からのですね、発火の温度って発火されたですね、炎の温度っていうのは、まあ、特には変わらないよと。だからここもですね、ちょっと冷静に、考える必要があるということを、まあ、言っているということになります。で、次もね、非常に面白いんですが、5つ目かな、バッテリー EV を、まあ、水で消火作業を行っても感電の可能性は極めて低いと。これ当然ですが、これ電気自動車に搭載されているバッテリーっていうのは、高電圧バッテリーはですね、基本的には、ショートをですね、これ感知すればですね、もう即刻ですね、切り離されると、まあ、いうことになりますので、少なくともですね、これバッテリー EV をこれ消火したことによってですね、何か消防士さんがですね、実際に感電する可能性、リスクがあるんじゃないかと。それはもう一切ないという点は、これもね、
当たり前ではあるんですが、ちょっとね、これ押さえておかなければならないということになります。そしてですね、さらにこれも重要なポイントになりますが、バッテリー EV の火災から発生する復活水素の有毒性という観点がまああるわけですね。これ確かにですね、これ復活水素に関してはですね、これバッテリー EV の火災の方がですね、まあ多く生成されるということを、まあこの調査報告書では言ってると。で、これは間違いないよと。他方でですね、これ、内燃機関車からもですね、当然これ燃えたらですね、まあ燃焼ガスだったりですね、まあその燃えたそのカスだったりですね、まあそういう生成物っていうのはですね、有毒であると。まあこれ当たり前ですよね。まあなので、結局ですね、それを取り扱う際は、やっぱりまあ消防士だったりですね、こう適切なまあ防護服だったりですね、まあガスマスクをですね、着用して作業を当たる。もうこれ当たり前なので、結局ですね、別に復活水素がですね、発生したとしてもですね、例えば、まあ消防士とかのね、活動に、まあ影響することはないよっていうことを説明していると。で、さらにですね、今その説明を補足する形でですね、もう一個はですね、この標準の防火服だけではですね、やっぱりちょっと、その大量の復活水素に対応できないんじゃないのっていう、まあ懸念があるわけですが、こちらもですね、このスウェーデン防衛研究機関、というですね、まあ公式の機関がですね、これ調査した結果を見るとですね、復活水素発生時に、通常の防火服や、装備器具を着用した消防士が、その汚染地帯で作業したと。で、その数値を、まあ計測したと。その暴露値はですね、まあ通常の消火作業と大きな変化なしということが判明したと。まあつまり何が言いたいのかといえばですね、確かに、まあバッテリーからね、発火するとですね、まあ、復活水素、有毒な復活水素がね、内燃機関車よりも多数ですね、これ生成される。これは間違いないんだけれども、それがですね、要するに消火作業に影響を与えるのかと言われればですね、それは特にですね、まあ、問題ないと、変化はないということをですね、まあ、この報告書は結論付けていると、まあ、いうことになります。そして、これ前回の動画でも説明しているんですが、このですね、リチウムイオンバッテリー、どうしてもですね、まあ、過充電しちゃうと熱暴走を起こしちゃうよっていうことが、まあ、一般論として言われていると。まあ、なので、そのですね、まあ、充電、まあ、熱暴走のね、可能性をなくすためにですね、これ今、欧州ではですね、実際に電気自動車を輸送する際は、充電残量をですね、まあ、50% か 40% 以下にするようにっていう、まあ、そういうですね、制度がもう、決められていると。まあ、いうことなので、まあですね、これ当然ですが、これ内燃機関車だってですね、実際に、まあ少量ではありますけども、これガソリン、まあ搭載されて、これ運搬されているわけですから、それを考えればね、ぶっちゃけですね、これ電気自動車のですね、まあ発火リスク、最初も説明しましたけども、電気自動車の発火リスク、ガソリン車の発火リスク、これは、対してですね、これ変わらないということになりますので、少なくともですね、まあ今回の、まあこの事件を見てですね、電気自動車の輸送は危ないんだというですね、まあ主張というのは、まあこういうですね、様々な観点から、まあそうとは言い切れないと、まあ少なくとも、まあそうではないんじゃないかっていうことをですね、まあこの、まあ研究結果は、まあ言いたいということになると思います。まあ、とはいうものですね、やっぱり電気自動車がですね、これ発火するとですね、なかなか消火に時間がかかる。まあ、水、非常にね、大量の水を必要とする。これもまた事実だということになりますので、まあ、今後はですね、船の中っていう意味だけじゃなくてもですね、こう、電気自動車を効果的に、その電気自動車のバッテリーからの出荷をですね、効果的にこう、沈下するようなですね、まあ、新たなテクノロジーのですね、こう開発、電気自動車のバッテリーにね、有効的に効くようなですね、まあ、消火剤の開発だったりですね、まあ、何か、別の消火方法でもいいんですけども、まあ、そういうね、こう、開発は、まあ、同時にですね、まあ、これ進めていくという点もね、まあ、重要になってくると、まあ、思います。いずれにしてもですね、まあ、今回ね、このフリーマントルハイウェイですが、これね、電気自動車からの発火というね、可能性は、もう現在ですね、これ極めて、まあ、少なくなったと。限りなく低くなったということがですね、まあ実際のですね、これまあ、インタビューからもですね、これも明らかになってきているわけですので、まあちょっとね、これ調査結果、これ公式の調査結果をね、まあ待たなければならないわけですが、やはりですね、まあこの電気自動車が搭載されていたので、電気自動車から発火したんじゃないかみたいなですね、これはもう明確にまあ、デマ、だったわけですから、こちらをですね、まあ、皆さんですね、ぜひ、電気自動車に関するね、まあ、様々なですね、これ情報発信、まあ、いいこともね、悪いことも飛び交っていますが、やっぱちょっと冷静になってですね、電気自動車に関するですね、ちょっと情報を、まあ、取捨選択していくという点がね、重要。まあ、このね、電気自動車リテラシーがですね、まあ、求められるということになると思います。そんな感じで、いってらっしゃい。